通して長谷川桜松ロードレース大会実行委員会委員長さんに一晴れたご挨拶を申し上げます。皆さん、おはようございます。今年のこうしてただいまご紹介いただきました田臥町長東でございます。ようこそお越しくださいました。さあ、桜もですね、見ていただいたら満開のような気もしますね。満開のようだということで今日一日ですね、楽しんでもらったらと思います。実はですね、1週間ほどちょっと大会が早くですね、県議会の選挙の関係で1週間早かったものですから、よく咲いてくれたなということでですね、さっきから感謝しております。で、この大会はですね、38回になりますけども、6人を超える方がですね、参加させていただいて、なんて言いましょうか、他のその桜とですね、田臥川の自然、田臥の空気、そういったものをですね、一緒にですね、感じていただきながら、楽しんでもらいたいと思います。以上、簡単でございますが、ご挨拶します。ありがとうございました。本来でしたらご来賓の皆様お一人お一人にご挨拶をいただくところでございますが、ご紹介を持って返させていただきます。参議院議員北村恒夫様、山口県議会議員吉俊之様、衆議院議員岸信夫様、市長島倉吉子様、山口町議会議長清志文雄様、最高議会工業取引会社様、ありがとうございました。本日は元アテネオリンピック代表、現在は中国電力陸上競技部アドバイザーとして活躍しておられる油屋茂さんにゲストランナーとしてお越しいただいております。油屋さん、一言ご挨拶をお願いいたします。皆さん、おはようございます。中国電力の油屋でございます。お父さんのお母さんのいいお油屋だと思いますけれども、子供たちには誰かなと思うと思いますので、お父さんの母さんにご協力をいただければと思います。今日2キロと10キロを走る、オリンピック2年のオリンピックの早い終了時に15年経ちましたけれども、今では10キロ走るのもいいので、今日は桜も入ってくるので、楽しみながら走りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今大会の審判長、堀重昭弘が競技場の注意を申し上げます。おはようございます。本大会は平成3年度、今大会の開催旅行に沿って進みます。12項でございますが、皆様のお付けになられている1分間違えて付けられて、レースも参加されますと、
獲得されましたので、はい、ライドを踊りましょう。横の駐車場に設置
あの辺からさ、あの辺からさ、スタートの方行って、こっちからこう行って。Thank you.